中京 TV スポーツ。ではよろしいでしょうか。それでは清水選手にお話伺います。よろしくお願いします。お願いします。今日の契約公開交渉でサインはされましたでしょうか。はい。今年度推定年俸が3200万円ということなんですが、差し支えなければ増減などいかがでしょう。1800万アップの5000万です。その金額を提示されて率直にどのように感じましたか。まあそうですね、まだまだ僕は上を目指したいので、全然これに満足することなく、はい、上を目指していきたいです。今日の話し合いの時間がおよそ40分ぐらいかなと、少し長めだったかなと思うんですけれども、ちょっと早めにスタートしたので50分ぐらいですね。もう長丁場になりましたが、球団とはどのようにどんなお話をされたんですか。まあやっぱ中継ぎに対してのやっぱ評価とかの再確認とか、はい、今後それなんですかね、どうやったら、まあ、なんでしょう、もっと上を目指せるのかとか、僕に何が求められているのかとか、まあ、そういう話し合いを、はい、たくさんしました。清水さんの中でも納得する言葉非常に多かったですか。まあそうですね、しっかりと、はい、いろいろいい話し合いができたのかなと思います。今シーズンを振り返りますと、50試合登板、2年連続で50試合に到達しておりますが、まずこの数字はいかがでしょう。まあそうですね、最初の1年目から4年目ぐらいまでの時に考えてみたら、すごい想像できない数字だとは思いますけど、やっぱり一度達成したらもっとやっぱ上を目指したくなるのはやっぱ当たり前で、はい、これに満足することなくもっと上を目指していきたいです。シーズン開幕から勝ちパターンを任されてきました。このあたり実際投げてこられていかがですか。まあそのやっぱお話もしたんですけど、まあ、約140試合の中の100試合以上はやっぱ勝ちパターンを務めてきて、まあやっぱり緊張する場面本当多々ありましたし、まあ自分で招いたピンチとかもありましたけど、すっごい、なんでしょう、寿命が縮まる場面はたくさんありましたし、まあはい、すごい経験をさせていただいてるなと思ってます。去年と同じぐらいの登板試合数でも、やはり今年の方がこうご自身にとって学ぶ部分というのは大きかったでしょうか。全然今年の方が疲れましたね、はい。そして一方でシーズン最終盤には、まあ、悔しい思いもされたかと思いますが、このあたりはいかがでしょう。まあなんでしょう、自分で自分を苦しめていたんで、まあ逆になんでしょう、あの抹消期間からやっぱフェニックスとかを含めてしっかりとリセットして、来季以降自分がやるべきことっていうのを再確認できたんで、はい、いい、逆にあの抹消がいい期間になったかなと思います。そしてつい先日まで、侍ジャパンとしてもプレーされましたが、日本代表でプレーした期間っていうのはいかがですか。いや本当に楽しい時間でしたし、最後はやって優勝っていう形で終われて、本当に行ってよかったなっていう気持ちです。まあ、今回のメンバーは年齢の近い選手も多かったですが、そのあたりこう刺激は受けましたか。いや、年齢近いからこそこんなにもすごい人たちがいるのかと、同世代でこんなにすごい人たちがいっぱいいるのかと、はい、刺激を受けました。もし言える範囲で具体的にこの選手のこんなプレーに刺激を受けたみたいなあれば教えてください。いやもう本当みんなです、本当にみんな各々が、
はい、自分の良さを知って自分の良さを発揮していたんで、はい、みんなすごいです。ドラゴンズのピッチャーの先輩の吉見さんがコーチを務めていましたが、吉見さんからのアドバイスはジャパンの期間中にありましたか？吉見さんは、はい、まあ、アドバイスというかやっぱり、まあ、普段からいろいろと話しかけてくれて、はい、やりやすい環境をすごい整えてくれてました、はい、これからシーズンオフに入りますが、来年のキャンプインまでの間、シーズンオフはどこでどのように過ごす予定でしょうか？例年今まで柳さんと1月にやってたんですけど、今年僕はそこは行かずに、卒業したわけではないですけど、はい、今年は自立して、はい、まあ、主に名古屋を拠点に、はい、活動します。何かこう自立してみたいという思いがそこにはあるんでしょうか？まあ、やっぱ柳さんをずっと頼ってはいけないと思いましたし、まあ、やっぱそれがだん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 慣れてきて、やっぱ甘えになって変わってしまうのも本当良くないと思って、より一層自分で追い込めなきゃ、自分で、はい、自立しなきゃ、やっぱもっと上にはいけないと 思いました。基本的にはお一人でトレーニングを積むという形。そうですね。それでは、来シーズンの、チームとしての目標、個人としての目標を最後にお聞かせください。いや、チームとしてはやっぱ先ほどたくさん話し合ったのですが、はい、やっぱり優勝っていうのを一番目標に、まあ、ポストシーズンの戦いっていうのも僕らまだ一回も経験してないですし、さっき言ったジャパンの試合、一試合一試合が本当ポストシーズンの感覚で、本当に負けられない戦い、すごい、なんでしょう、やりがいがあるというか、そして勝った、そこで勝った時の達成感本当にあったんで、そういうところをやっぱ味わいたいですね、はい。個人としては、個人としては、まあ、なんでしょう、そのチームの勝利に何としても貢献したい。やっぱこれだけピッチャー揃ってますし、たくさん、やっぱ中継ぎ、先発もたくさん揃ってて、中継ぎも、はい、終盤を任せられるピッチャーたくさんやっぱいて、その中で役割分担ってやっぱ絶対あって、まあ、僕はやっぱ最初の方勝ちパターン任されてましたけど、でなかなかやっぱそういう展開が少なく、僕とライデルが1週間登板空くとかすごいあったんですけど、そういう時にずっと頑張って2点差負けとかでずっと頑張って投げてた祖父江さん、田島さん、勝野さんだったり、藤島さんだったり、本当その人たちが頑張ってそういうところ投げてくれてたおかげで、1年間僕が元気で、はい、50試合投げることができたと思ってるので、より、なんでしょう、本当チームって大事だなと思いましたし、僕もそういう負けてるところで行きたいというわけじゃないですけど、助けてもらったところを、はい、結果で僕が抑えて恩返ししたいっていう思いはあります。放送代表からは以上になります。他、放送各社さんいかがでしょうか？はい、清水投手は今シーズン、記憶に残った試合などあったら教えていただけますでしょうか？最初やっぱ東京ドームで丸さんにホームラン一発食らって、ゼロ、ん、同点の場面の8回、まあそれの試合がやっぱ一番僕の中ではまだ印象に残ってる、嫌な方で。やっぱり悔しい思い出っていうのが強く残るものなんでしょうか？ですね。いい思い出は、はい、あっという間に悔しい思い出で消されてしまいます。先ほどもっともっと上を目指したいという話がありましたが、理想像、理想のピッチャー像などあったら教えていただけますか？やっぱり清水が投げれば絶対大丈夫とか、
なんならテレビで見てる人は清水が投げたらちょっとお風呂入ってくるとかなんでしょうね。それぐらいの安心感があるぐらい、今年は本当ハラハラさせてしまう場面がすごい多かったんで、まあその分僕は免疫がちょっとついたっすけど、多分皆さんはなかなかそれはつかないはずなので、はい、もっと安心感安定感のあるピッチング、まあ中日で一番いいお手本はやっぱライデルですけど、ライデルまでつなぎ、みんな8回までに勝ってる状況を作れば勝ちだっていう気持ちでやっぱやってましたし、やっぱそれぐらい、だから8回を投げるんだったら7回まで頑張ってれば勝ちだって思われるような、はい、ピッチャーになりたいですね。